エイリヒ理ーハン・アルベルトレーダーはドイツの海軍軍人。第一次世界大戦ではユトランド沖海戦など主要な作戦に参加。戦艦機には海軍の立て直しに尽力。第二次世界大戦では海軍総司令官としてドイツ海軍を指揮した。岸鉄十字章受章。最終階級は海軍減水。1876年4月24日、レーダーは ハンブルクのバンツベックで学校長の息子として生まれた。1894年4月、海軍兵学校に入校。練習船、首都主ついで、グナイゼナウで基礎訓練を積んだ後、1897年10月25日海軍将尉に任官。1900年4月9日、海軍中尉に昇進。1903年10月1日、 海軍大学に入校。1905年3月21日、海軍隊員に昇進。1906年4月1日、レーダーは海軍本部の通信部門に移動した。1908年から海上勤務に戻り、装甲巡洋艦ロー温休、余力の航海長を務める。1910年9月15日、皇帝ウィルヘルム2世のお召し、ヨット、ホーエンツレルゲイド。 同在任中1911年4月15日、海軍少佐に昇進。1912年10月1日、太陽艦隊の偵察艦隊司令官、フランツフォン・ヒッパーの参謀長に就任した。1914年の第一次世界大戦開戦時、レーダーはヒッパーの下で、1915年1月24日のドッカーバンク海戦。 1916年5月31日のユトランド沖海戦主要な作戦に参加した。1917年4月26日、海軍中佐に昇進した。1918年1月17日、レーダーは、軽巡洋艦ケルン級、ケルンの艦長に移動し大佐に昇進した。しかし、戦闘に加わることはなかった。1918年10月、 海軍本部の管理部門に移動。1918年11月、ドイツ革命が勃発し、バイマル共和国が成立、第一次世界大戦は終結した。戦後もレーダーは海軍本部の管理部門に残った。1919年11月29日、海軍大佐に昇進。1920年3月、バイマル政府の転覆を目的としたカップ1機が勃発した。 陸軍将兵が反乱の中心であったが、海軍の将兵も参加していたため、鎮圧後に海軍へも追及が及んだ。アドルフ・ホン・トロータ海軍中将をはじめとして、多数の将校が逮捕された。レーダーは逮捕こそ免れたが、トロータとの関係が疑われ、1920年6月1日に、戦士編参課長へ左遷された。レーダーはこの機会に、 古今の戦士や政治経済を学んだ。1922年に研究成果として、自身も関わった第一次世界大戦における巡洋艦の戦士、海戦1914年から1918年を出版した。海軍統水部長官就任直後のレーダー1922年6月20日、レーダーは海軍統水部の本流である教育局監査官に返り咲いた。 1922年8月1日、海軍省省に昇進。1924年9月19日、北海系艦隊司令官に就任した。1925年9月10日、海軍中将に昇進。1925年10月1日、バルト海司令官に就任。1928年10月1日、海軍大将への昇進と同時に、 海軍統帥部長官に就任した。実験を握ったレーダーは海軍の再建を推進していった。ベルサイユ条約によってドイツ海軍の軍備は大きく制限されていたが、ポケット戦艦の開発など戦力差を埋めるよう努力した。1933年1月30日、アドルフ・ヒトラーが首相に就任した。ヒトラーは当初から再軍備を考えていたため、 レーダーにベルサイユ条約軍事情破棄を前提として以降の県間計画を立てるよう命じた。1935年3月16日、ヒトラーは再軍備を宣言した。これによってレーダーは新生ドイツ海軍総司令官に任命された。1936年4月20日、レーダーは海軍上級大将に昇進した。これはレーダーの60歳の誕生日を前に、 ヒトラーが送ったプレゼントだった。1938年、レーダーは今後6年間でイギリス海上兵力に対抗できる艦隊を創設するという Z 計画を提示した。計画の概要は以下の通りである。しかし、計画は U ボートによる通称破壊を重視し、決戦型艦隊の不要を唱える潜水艦隊司令官カール・デイニッツらの批判にさらされた。 実際、当時の海軍予算から見ても Z 計画は無理のあるものであったが、海戦が数年先と予測されていたことあり、計画はひとまず進められた。しかし、翌1939年のポーランド侵攻の開始によって Z 計画は中絶されることとなった。ドイツ海軍は、連合軍に対して海上戦力で劣勢のまま海戦を迎え、潜水艦による 通称破壊戦を主軸に据えることとなった。1939年4月1日、レーダーは海軍元帥に昇進した。これはドイツ海軍最高の階級であり、ナチス時代にはレーダーとデーニッツが認じられたのみである。ヒトラーにより海軍総監に任命されるレーダー。1939年9月1日、第二次世界大戦が勃発。 レーダーは引き続き海軍総司令官として戦争指導に当たることとなった。ポーランド侵攻では海軍の出番は限定的であったが、翌1940年4月の北欧侵攻では重要な役割を担うこととなった。海軍は陸軍部隊をノルウェーへ輸送し、上陸とそれに続く内陸部侵攻を海上より支援して作戦の成功に貢献した。しかし、 イギリス海軍の攻撃により、ドイツ艦隊は多大な損害を被ることとなった。1940年5月、ドイツはフランス侵攻を開始し、6月までにフランス全域を制圧下に置いた。これによって、ヨーロッパにおけるドイツの指摘はイギリスのみとなった。ドイツはイギリス本土上陸作戦、アシカ作戦を計画した。実行された場合、レーダーは、 アシカ作戦中の上陸部隊や輸送部隊を守り切らなければならないが圧倒的な力を誇るイギリス海軍を前に彼は守り切る自信がなかった。しかし作戦の前提となる制空権の獲得はバトルオブブリテンの敗北により失われまたノルウェー侵攻で受けた海軍の損害も回復されずアシカ作戦は実行することができなかった。海戦以降のドイツ海軍の戦略は 通称破壊と現存艦隊主義を主軸に置いていた。大西洋での有ボートの活躍は、イギリスの消耗を誘い、北海におけるティルピッツを中心とした艦隊の存在は、連合軍による大祖援助戦団の航行を困難なものとした。しかしながら、ドイツ海軍全体の劣勢は、疑いようもなく、積極攻勢を仕掛けることはできなかった。 1942年になると、連合軍の対戦戦術も向上し、通商破壊も効果を上げることができなくなった。戦果の上げられない海軍に対して、ヒトラーは不満を抱くようになった。1942年12月31日、大ソ援助戦団を攻撃する霊言暴言作戦の失敗は、ヒトラーの海軍への不信を決定的なものとした。 ヒトラーはレーダーを呼び出し、役立たずの海上部隊を解体せよと命じた。この命令に絶望したレーダーは、1943年1月30日、海軍総司令官を辞任した。公認の総司令官にはデーニッツが選ばれた。レーダーは、海軍総監という一種の名誉職につき、終戦まで同職を務めた。ニュルンベルク裁判の様子。前列左からゲーリング。 ケス、リッペントロップ、書いてる。後列左から、デーニッツ、レーダー、シーラッハ、ザウケル。ドイツ降伏後の1945年6月23日、レーダーは主要な戦犯の一人として、リヒテンベルクでソ連軍によって逮捕された。その後、モスクワ郊外にある収容施設に移送されたが、1945年10月20日に、 ナチ戦犯を裁くニュルンベルク裁判の被告となったため、ニュルンベルクに公示された。裁判では、侵略戦争などの凶暴への参加侵略戦争などの計画及び、実行戦争犯罪、非人道的犯罪の4項目ごとに、起訴が行われることとなっていた。レーガーは、第4項を除くすべてで起訴された。1946年10月、べての項目で有罪とされ、 終身刑が宣告された。70歳という高齢を理由に減刑を求めたが、これは却下された。レーダーは、シュパンダー刑務所に収監された。ちなみに、ニュルンベルク刑務所付心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が、改定前に、被告人全員に対して行った、ベックスラー・ベルビュー成人知能検査によると、レーダーの知能指数は134で、フランツ・フォン・パーペンと並んで、 全被告人中、第5位の知能の高さであった。1955年9月26日、健康悪化を理由に釈放された。キールに今日構えたレーダーは、回想録、我が生涯を書き上げた。1960年11月6日、西ドイツ国内のキールにある病院にて84歳で死去。葬儀は、ドイツ連邦海軍の主催で執り行われ、 長寿はデーニッツが読み上げた。遺体は、キールのノルトフリート豊富へ埋葬された。ABCDEF 独海軍入門 P52 から56、イギリスの暗号解読、ディスカバリーチャンネル、レナードモズレイチョ、伊藤明役、第三帝国の演出者、ヘルマン・ゲーリングでした、1977年、早川書房防166ページ直訳すれば、 海に向けての戦いを伊藤明は役所の中でこのように訳している。ありがとうございます。